どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは市川市の大須防災公園でございます。総武線の市川駅まで2キロ弱、歩くと20分ほどです。今回ご紹介するのはこちらの京葉ガスと書いておりまして、本社は残ってるんですけども、左側ですね、工場跡地のですね、開発計画が出ましたので、そちらのご紹介となります。こちらの大須防災公園ですが、多目的広場、ピクニック広場とですね、結構広めのですね、公園となっております。今回の京葉ガスのですね、工場跡地に関しては市川駅から徒歩5分ほどです。そしてこちらの大須防災公園までは徒歩15分弱となっております。もちろん他にも公園ございますけども、今回のですね、京葉ガスの工場跡地ですね、住まわれる方はですね、こちらの大須防災公園まで自転車等々で、ね、子供と来るっていうですね、ことも多いんじゃないかなと思います。今回のですね、開発計画なんですけども、まず分譲マンションに関しては29階建てのタワーマンションを予定しております。その他に9階建ての賃貸マンションと地域貢献施設ですね、そちらは賃貸マンションの下駄部分にですね、入るようです。そして11階建てのシニアレジデンスに商業施設、コンビニエンスストア、そして運動広場と、約 3.8 ヘクタールのですね、結構大きなですね、敷地を複合開発するといった形になります。地元の方、すでにですね、周辺お住まいの方からすると、商業施設だけの方がですね、嬉しかったと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、大規模商業施設に関してはですね、ニケコルトンプラザもありますし、タワーマンションができることで新たなですね、住民も増えますので、町としてはプラス材料になるんじゃないかなと思います。今回通学校に関しては大須小学校からの大須中学校となります。それもあってですね、防災公園からスタートをいたしました。こちらが通学校の大須中学校です。良いとか悪いとかそういう話ではなくて、市川小のように、人気学区っていうものではないと、一般論としてですね、今回市川駅の南側物件となるんですけども、南側物件でもパークシティは市川小なんですよね。そしてタワーズウェストに関しては宮田小っていったところで、南側の今作入れると三大巨頭的な感じになりますけども、それぞれ学区はですね、現状異なっていると。今回のタワーマンも完成すると学区分けがどうなるかというのは分からないので、あくまで現状です。こちらが通学校になるであろう大須小学校です。小学校中学校ともにですね、近い位置にございます。今回開発事業者なんですけども、三井不動産レジデンシャル、野村不動産、三菱地所レジデンス、イオンリテール、三菱地所リアルエステートサービスとなれば、商業施設部分はですね、おそらく、イオンスタイル的なものになるんじゃないかなと。コンビニもミニストップかもしれないですね。マンション名はオリジナルネームですかね。駅前のですね、ザ・タワーズがですね、分譲棟の映画区の方はですね、三井、野村、清水、名だたる会社のですね、JV となっておりましたけども、そういった感じでオリジナルネームじゃないかなとは思います。で、全体のですね、設計がですね、長谷コーポレーションということで、タワーマンションも長谷施工になりますかね。だからコストコントロールに走らないことを願うばかりですね。いつもお伝えしているところですけど、長谷はいいものを作れと言われたらいいものを作りますし、コストコントロールしまくれと言われればですね、チープなマンションも作りますので、長谷施工ということ自体はですね、とても安心材料なんですけども、ハイスペックマンションを求める方にとっては、長谷施工って聞くとうーっていう風にですね、なりがちかなといったところです。京葉ガスのですね、工場跡地という形でありますけど、京葉ガス自体はですね、建物はですね、残るのかと思います。さあ見てください、超広い土地ですよ。これ楽しみですよね。こちらが建築看板です。最高高さ100メートルを超えてきますね。やはり施工はですね、未定になってますけど、長谷工ですよね。いやー、名だたるメンバーが揃っておりますね。楽しみですよね。そしてチャンピオンが三井レジってなれば、なんか価格にも期待できちゃうなといったところですね。前回ですね、駅前のですね、タワマンの時はですね、もう覚えてらっしゃる方も多いかと思いますけど、いろいろとございましたけども、今回もですね、安心安全に進めていただければ
嬉しいですね。配当計画すでに出ておりますね。駅がこっち側になりますので、一番手前に賃貸住宅と地域貢献施設ですね。でその南側に、まあ、イオンスタイル的なのができますでしょうか。そして公園ができて、まあ、最前列コンビニですけども、このメインの大きい土地の一丁南側に住宅をですね持ってくるといったところで、今回ですねタワマンなんですけども、駅前ではないですと。奈良も駅前にですねタワマンがあるわけなんですけども、眺望面に関してはかなりこれ期待できますよね。この建物を越えればぐわーっと抜けてきますので、この付近は江戸川がですねぐーっとくねってるところなので、西向き勝っても南向き勝ってもですね川までのですね建物を越えちゃえばもうぐーっと抜けてますので、南西の角なんかいいでしょうね。都心方面のですね眺望も楽しめるものになると思います。エントランスがどの付近になるかわからないですけども、駅まではですね一直線です。ビークポイントなんですけども、駅は全然近いんですけども、一直線でわかりやすいんですけども、歩道がですね狭めです。もちろんこの建設地下はですね広げると思います。でこちらですね敷地が終わるんですけども、こちらがですね賃貸のですね建設地となっておりまして、基本的にはここを歩いている形になりますが、こういった形なんですよね。別に歩道ないわけではないんですけども、そんなにこうだだっ広いすごい歩きやすい歩道ですかっていうと、そうではないです。ただ今作のいいところは線路からしっかりと離れますので、で外環自動車道だったりとかその他大通りもですね離れておりますので、ボトネックというものはですね感じにくいものとなっております。今工事車両がいたのでですね、駅に向かって右側のですね歩道を歩きましたけども、物件出たらこっち側の歩道をぐーっと一直線に歩くだけで駅に着きます。商業部分を駅寄りに持ってきてくれているので、帰りに全くのですね遠回りをせずにですね商業施設に寄れるってのはいいですね。もちろん市川駅ですので、もうすでに買い物環境はですね整っておりまして、大関だったりシャポーだったりとか、あと駅反対側の大江などなどですね、すでに買い物は便利なんですけども、駅からのですね帰り道ですね、自宅の手前部分で商業施設に寄れるってのはこれ非常に便利で、あとはその商業施設に入ってそこから直結なのかどうかでも変わってきますよね。もう商業入っちゃえばそのまま重工棟ですね、まあ、行けますよってなったらすげえ便利ですよね。商業施設直結に、まあ、してくるんじゃないかなと思いますね。それがそれ雨に濡れないものだとよりいいですよね。周辺相場ですけども、一番わかりやすいのはこちらですね、ザ・タワーズ・ウェストでございます。2009年地区になります。市川駅徒歩1分直結でございます。新築時の坪単価は約260万円、現在の坪単価355万円ほどで動いております。こちらウエストの方はですね分譲棟になりまして、反対側のイーストの方はいわゆる賃貸となります。でここはもう駅直結、この下の階、今いるの3階なんですけども、住宅棟のですね出入口2階にもございまして、2階部分はですねこの3階のこう歩いてるところが屋根になると。もう目の前電車ですので、今回の建設と違ってオートネックはですね抱えやすいものとなっております。せっかくですので展望施設の方ですね入っていきます。市川駅の最寄りの物件調査の旅に行っておりますけども、今回はですねタワーマンションになりますので展望室がより参考になると思います。展望施設は45階、150メートル地点となります。それでは45階へ上がっていきます。こちらの展望施設は無料となっております。さあ、45階到着をいたしました。北側の眺望も素敵ですよね。変わらず模型の方もですね、飾ってくれております。モデルルームに来た気分ですよね。今いるのはこちらの分譲棟の45階展望ラウンジです。行政の施設ですので、特別何か豪華な展望施設ですというわけではないんですけども、屋上に出まして素敵な眺望を無料で楽しめると。南方向ですね、この抜け感でございますよ。葛西臨海公園のですね観覧車も
見えておりますね。今日はちょっと雲がかかってしまっておりますけども、やはり南西方向いいですかね。スカイツリーも見えますものね。いやー、ここの工場跡地にタワマンですか。逆に言うとこのタワーズウエストの方は住戸にもよりますけども、ちょっと塞がれる感じにはなっちゃいますね。で、築年数も経過してきてますので、もうまさにこのタワマンからもですね、買い替えってのあるじゃないかなと。もちろん駅直結っていう部分をですね、気に入ってる方にとっては買い替えようってはならないと思いますけども、眺望優先って方でですね、新しいのに住みたいなと。で、今回は何と言っても程よい築年数なんですよね。この住み替えるにはここ新築時に買ってる方なんて値上がってますし、さらにローンの残債も減ってるっていうところで、多少あちらが高くてもですね、余裕のよっちゃんで買えられますので、いや、たまらんですね。だからこのタワーお住まいの方で狙ってるなんて方もたくさんいらっしゃると思いますよ。もちろんあちらができたからといってこちらの駅直結のタワマンの価値が下がるっていうことはないでしょうし、むしろですね、街のポテンシャルが高まるので上がる可能性もあると、まあ、少なくともマイナス材料にはならない。ただ一部住戸が少しこう帳簿が変わってしまうといったところで、あとは築年数リセットっていうのも込めてですね、買い替えようって方も多いかと思います。あとはその学校通ってる方だと、その学区が変わっちゃうっていうとか、そういうところはですね、少しポイントと感じる方もいらっしゃるかなと。で、あちら見えてるのがですね、パークシティ市川でございます。2002年築、市川駅徒歩9分になります。新築の坪単価約185万円、現在の坪単価約240万円です。もちろんですね、パークシティからの買い替えもですね、十二分に考えられるので、まあ、今回はもう買い替え需要がですね、たまりにたまってるといったところで、一時取得層にとってはライバル多しといった状況かと思います。価格予想なんですけども、プラウドタワー小岩ファーストの坪単価350弱よりかは高いんじゃないかなと思います。こちらの市川駅は千葉県に入りますけども、総武快速線も使えますので、そしてもちろん行政区としても人気と、まあ、人気になるのはですね、やはり都心方面望む側かとは思うもののですね、東館もいいですよ。こちらの展望台ですね、おそらくあちらの賃貸棟をですね、こう見下ろせないようにモザイクっぽいガラスとですね、そもそも窓際に行けなくなってはしまってるんですけども、建設士からのですね、東方向はですね、こちらの展望台から確認できますので、実際目ですね、体感してみると、あれ東もいいかなってあると思いますね。とにかく今回はもう眺望推し住戸だらけのタワマンになりますよね。小岩の350よりかは高いでしょう。でも400を超えないでほしいなと。もちろん400超える住戸も全然あると思いますけども、その平均的な部屋を買おうとした時に400弱だったら嬉しいなって感じですね。だからこの辺からの買い替えの方だったり、もちろん一時取得の方もですけども、希望としては400弱ですよね。ですので沿線上で行きますと、今のプラドタワー亀戸クロスと同じぐらいの価格だったら嬉しいですね。なんとか平均で400を超えないでくれると嬉しいなーってとこですね。そこは三井レジ期待したいところでございます。坪単価380ですとかだと、検討者側からするとハッピーですよね。ただそのハッピー価格で売る必要があるかって言われると難しいですからね。400超えもあり得るのかなとは思いますけども、希望としてはですね、400弱380ぐらいでどうかお願いしたいところでございます。市川駅総武快速線使えるとのでかいですよね。市川出れば新小岩、錦糸町、馬喰町、新日本橋、東京、新橋、品川と、で通勤先が東京と千葉で分かれてる方なんかも非常に便利ですよね。船橋、津田沼、稲毛、千葉と、千葉方面もあっという間ですし、もちろん総武観光線も利用できますので、今回もうこのエリアの買い替え需要がたんまりありますといったところではあるんですけども、一時取得の方でですね、予算感ですね、まあ、坪400目安ぐらいで伸びるって方はもうウォッチしておいて損がないんじゃないかなという出物になります。
こちらのタワーズウエストの方も悩ましいでしょうね。福見駅たんまりあります。で、自宅は、まあ、そこそこ地区ですがですね、経過してきましたと。南側に眺望抜群で商業施設一帯のタワーマンションができる。でもこの市川駅直結をですね、捨てなくてはならないと。いや、これ悩ましいですよね。鉄道足回りは当然こっちの方が圧倒的に強いですので、悩ましいところであるんですけども、一定数ですね、もう買い替え需要ってのはもう間違いなくありますよね。築年数リセットとしてはですね、再&コーのタイミングでございますよ。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。もう市川駅から一直線で、もう眺望抜群ですもん。いやー、楽しみですね。本当に。いる限り価格を抑えて、そしてスペックも上がったら嬉しいですね。いやー、今作、内廊下だといいですね。まあ、個人的にはっていうところですけども。こちらのタワーズウエストの方ですね、外廊下になっておりますので、今作が外廊下だからといって、こちらのタワーズウエストの方がですね、買い替えるのはやめたにはもちろんならないですけども、ぜひ内廊下で来てくれたらなというふうに思いますね。そうすると、都内からの方もですね、よりですね、検討しやすくなるんじゃないかなと思います。どうしても、都内のタワーマンションって、内廊下比率がですね、千葉よりかは高いですので、都内でタワーマンション検討されてる方ですね、内廊下頼まいと思われる方は多いんじゃないでしょうか。市川元八幡は外環道を通ったので、車移動便利になりましたよね。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時に公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。